モア軍はアメリカ合衆国ミネソタ州の南東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は39,163人であり、2000年の38,603人から1.5%増加した。軍庁所在地はオースティン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍内南東部、ルロイの近くにルイーズ古州立公園がある。 1852年、ジェイコブ・マキリンとその家族が、モア軍となった地域に入植した。1855年までにこの地域の人口が増加したので、1856年3月1日、ミネソタ州知事ウィリス・エゴーマンが、モア軍を組織化する法案に署名した。軍名は、ミズーリ順州議会議員を務めたジョニー・エドワード・モーアに、ちなんで名付けられた。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は711.71平方マイルであり、このうち陸地711.50平方マイル、水域は0.21平方マイルで、水域率は0.03%である。モア軍は、州内で天然湖がない4軍の一つではあるが、ダムによる人造の池や湖が4つある。シーダー川が、 ドッジ軍の水源から、軍内西側4つの軍区を南に流れ、アイオワ州のミッチェル軍に流れ込んでいる。オースティン高校人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。モア軍は20の軍区に分かれており、1つの軍区の面積は36平方マイルである。下表のように、東西5列、南北4列に並んでいる。 モア軍軍制委員会は2年ごとに半数が改選され4年人気の委員5人によって構成されている。委員会はサービスのコストを監視しながら住民や町にサービスを提供するために働いている。会議は毎月第1、第2、第4火曜日にモア軍庁舎1回で開催されている。毎月最初の会議は午後1時に始まり、他は 部門の授業とともに午前8時半に、また一般授業は午前10時頃に始まる。ありがとうございます。